はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、考古学ワンピース考察のあやさんとのコラボになるんですけれども、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。私前動画で出したんですけど、ゴッドバレーがスリラーバークと同じ説っていうですね、動画出したことあるんですけど、それがですね、もう私もいろんな理由付けをして喋ったんですけど、あやさんもたくさんこう新発見みたいな感じで発見されてるのがあって、それがめちゃくちゃ面白いんですよね。これも本当にありえそうですよね。そうですね、あったらなんか面白そうだなっていうふうに思いますね。いや、なんかもう僕の中ではほとんどもうそうだろうと思ってて、はい、そうですね、私も思ってますね。で、太田先生すごいなっていうところに来てる感じなんですよね。いや、なんかスリラーバークってそんなワンピースの歴史の中でこう関わってくるような、まあ、空島とか魚人島ってすごく関わってくるじゃないですか。スリラーバークって言ったらちょっと箸休めじゃないけど、そのゾンビがたくさん出てきたりとか、ちょっと変わった島っていうイメージだったので、はいはい、そういう歴史的な、謎もすごく、そうなんです、多いですよね。多く残ってるんですよね。そう、なんかそういうのも思ってなくて、はい、こう考え出すとたくさん出てきて面白いなっていうところなんですよね。で、はい、これ今日の話聞いたら、もうゴッドバレーイコールスリラーバーク説ってみんな思うと思うんですよ。本当にそれぐらいなんかすごい、設定がたくさんあって面白い発見なので、ちょっと話していきたいと思います。お願いします。はい、まずはですね、軽く、なんでそうなってるのかっていうのを、まあ、私が前動画で話した分っていうのを、まとめてますので、軽く話していきたいと思います。ゴッドバレーイコールスリラーバーク説、その理由ですね。まず一つ目で、まあ、最近出てきたあのフィガーランドガーリング星ですよね、三日月の顔の人が、まあ、肩書きはゴッドバレーの王者ってなってるわけなんですよね。で、なんでこの王者って言われてるのかっていうのを考えていくと、まあ、ドレスローザのコリーダコロシアムみたいに、ゴッドバレーっていうのはこう闘技場があって、天竜人がこう楽しむようなね、そういう闘技会みたいなものがあったんじゃないかっていうのを思ってですね、それを考えて見ていくと、あのスリラーバーク編ですね、452話でなぜか闘技場が一回ジェネラルゾンビがこう出てくるときに出てくるんですよね。はいはい、スリラーバーク読んでいくと、別であそこ闘技場じゃなくて全然良かったんですよね。なんかあそこで戦ったとかね、そういう背景は一切明かされずにそのまま終わったとこなんですけど、闘技場がある、しかもテントが後ろに5つあるっていうことで、まあ今注目の五老星とちょっとリンクしてくるなっていうところで、まあ、そういうところから私はちょっと考えたんですけど、はい、でさっき言って、私、はい、これ気づかなくて、はいはい、神木さんのツイッターで見たのかな、うんうん、闘技場があるよっていうのを見て、あ、本当だと思って、ですよね、びっくりしました。本編でも全然闘技場である意味がないんですよね。ないんですよね。だから何かの名残なんじゃないかという、なんか空島の生贄の祭壇とかそうじゃないですか。ああ、そうです ね。なんかあんな感じで、もしかしたらスリラーバークにある闘技場も何かの名残なんじゃないかっていうので、ゴッドバレーの王者と言われているフィガーランドガーリング星とそこが絡んでくるんじゃないかというところですね。読み返してみたら、はい、あの闘技場のシーンでちょうどあのロックスのメンバーだった、うん、そうですよね、キャプテンジョンがのゾンビが出てくるんですよ。出てくる、同じ輪で出てくるから、確かにそうなんじゃないですよね。神木さんの動画見て、あ、そうかもしれないと思いました。そうですよね。だからあそこでキャプテンジョーが単純に倒れて、そのままそこで拾ったモリアがゾンビ化すればあそこで出てきて自然ですもんね。で、また、さっきも言ったようにスリラーバークっていうのは意外と謎がまだいっぱいあるんですよね。私思うのが、まずまあそのスリラーバーク自体なんですけど、あれってあの船でありながら島じゃないですか、はい、そうですね、世界で一番大きい、ね、船って言われてて、はい、それもおかしな話ですよね。なんかウォーターセブンが終わった時にアイスバーグさんがウォーターセブンこう浮かせようみたいなことをやってたわけじゃないですか、設計図みたいなものを書いて、はいはい、そういうのできんのかなって当時思ってたんですけど、言ってしまえばもうこのスリラーバークってもうそれじゃないですか、浮いた島なので、できちゃってるんですよね。そうですよね、めちゃくちゃ大きいっていう、うん、大きいですもんね、はい、あれってなんか別に月光守屋の能力でもないし、そうですね、どうやってできたかは説明されてないんですよね、うんうん、そうなんですよね、おかしいですもんね。単純にでっかい船を作ってっていうのでよかったと思うんですけど、わざわざ島にしてるっていうのが怪しいっていうところですね。でしかもそれが西の海から来てるって、そうそうそう、ウエストブルーから来てるっていうのがね、また怪しいんですけど、そうなんですよね。そうで思ったのが、そのゴッドバレー事件というのが起こって、まあ、そこがなくなってるわけじゃないですか、はい、で跡形もなくなくなるってどういうことなんだろうと思って、38年前にゴッドバレー事件起きてて、例えばあのルルシア王国にこう放たれたような陰謀って言われるやつですよね、あれってもう最近なんかやっと使えるみたいな感じだったので、当時は使われてなかったと思うんですよね、はい、でもゴッドバレーっていうのは跡形もなくなくなってるっていうので、もしかしたらもう地盤ごとその戦いで引き剥がされて、まあ、それはロックスの、ね、パワーとかで引き剥がされたのか、他の能力者によって出ていたのか分かんないんですけど、引き裂かれて
できたんじゃないかと。でそこを、まあ、見つけたのがモリアで、まあ、ちょうど浮いてていい感じだから船にしようと思ったのかなっていうところがありますね。でさっきも言ったようにウィストブルーから来てるっていうところですね、スリラーバーグが。はい。でゴッドバレーってどこにあるかっていうのを分かってないんですもんね。そうですね、まだ明かされてないですよね。なんかなんとなく今の話だと新世界の話ばっかりがやってるので、はいね、天竜人もいるし、はい、新世界にあったのかなと思いがちなんだけど、実は明かされてなくて、はい、でもゴッドバレーでシャンクスは拾われてるっていうことがほぼ分かってるわけじゃないですか。でシャンクスはウエストブルー出身だということが分かってるっていうことは、まあ、単純にゴッドバレーがウエストブルーにあったんじゃないかとそう思えますもんね。そうですね、はい、ひねらずに考えたら絶対そうですよね。そうなんですよね。もうその後すぐにロジャーの船に乗ってるわけだから、うんうん、出身地っていうのはもうそこしかない。そうですよね。で肌に染みた水って言ってるから漁師の出身そういうことでもないんですよね。うんうん、そうですね。これがまあ僕が言った前の発見なんですけど、あやさん視点でこういろいろまた見つけてくださってて、それが面白くてですね、はい、ちょっとそれを話していきたいと思います。はい、私もその西の海にあのゴッドバレーがあったんじゃないかっていうのを、うん、そのシャンクスの出身地からそこで見ていって、はいはい、やっぱり西の海って特に何もまだ書かれていなくて、そうですよね、でその特徴があるのがやっぱりスリラーバーグだったんで、うんうん、やっぱりこれがゴッドバレーに関係するんじゃないかっていうふうに見ていったんですけど、うんうん、その西の海からグランドラインの前半の海に来るってすごく難しくって、難しいですよね。カームベルトも越えなきゃいけないし、うんうん、あのレッドラインも越えなくちゃいけない。そうか、レッドラインも越えなきゃいけないのか。カードベルトだけだったら、まあ、でかいから単純にね、海洋にも気づかずにそのままね、はい、こうスルーしそうだけど、島として、あでそのそれをまずクリアしないとこのローンが始まらないと思って、うんうん、私が考えたのはそのロックス海賊団がゴッドバレーに関わっていて、そのロックス海賊団の中にはとりあえず島を浮かせる能力は2つ出ているっていうの、海とふわふわの海っていう、うんうん、でまずカイドウが魔の国で魚の海を使って鬼ヶ島を浮かせてたんで、うん、そうですね、で、まあ、それは浮かせることは可能なんだろうなっていうのを、うん、でもその魚の海を得たのはゴッドバレーって言われてるので、うんうん、ちょっとこのカイドウが浮かせたっていうのはちょっと無理があるかなって、うんうん、まあ、すぐにですね使えたかっていうのは分かんないですもんね。そうですね、うん、そうすると金獅子の式のふわふわの海の方は多分確実に浮かせることができる。いけますもんね。そうです、映画とかもバリバリ浮かせてますもんね。で、そのもう島ごと浮かせて、さらにそこにマスト立てて、うんうんうん、海賊船にしてるんですよね、式は。なるほど。もう空に浮くスピードバック状態って考えると、まあそこはクリアできるのかなっていうふうに思っていて、うん、ちょっとなんか金獅子の式なんか、はい、なんか映画で出てきたキャラクターですけど、やっぱ本編にもちょっと関わってきてて、そうですね、まあ、インペルダウンのとこでも出てきたし、ワノ国でもね最近っていうか、はい、マネマネの実の能力の時にちょっと明かされたのがあるので、はい、なんかやっぱり出てきそうな感じしそうですもんね。そうですね、うん、なのでそのまあそこはクリアできるかなって思って、うんうん、確かに。でもちょっと昨日見返してたら、今スリラーバークって蜂の巣にありますよね。あ、持って行って蜂の巣に、そうモリアがアブスサロンを探しに来たところにスリラーバーク書かれてて、あれってどうなんでしたっけ、小舟に乗せたんじゃないですっけ。あ、そうでした。ちょっと私もあれと思って、今ちょっと後で調べようって思ったんですけどちょっと見てみます。だとしたら、え、コーティングして無人島を越えられるのかと思ったら、あんまりそれ考えなくてもいいのかなって思ったんですけ ど、でも、まあ、浮かせるっていう意味ではやっぱりふわふわの実と魚の実があればとりあえずはできそうっていうのでやって思います。それぐらいこう壮大な感じがゴッドバレーありそうだなっていうのが、そうですね、なんかゴッドバレー戦いがあって、はい、なんか島を四季がゴーゴーゴーってこう浮かせるっていう描写が見開きで書かれそうな感じめちゃくちゃしますもん、はい、すごいですねそのシーン、うん、これはモリアは知らないでスリラーバークにしたってことですかね。浮いてる島をたまたま見つけたのかな、それでも知っててやったのか分かんないですけどね。そうですね、分かんないですね、うん、みんなでも西の海出身ですもんね。そうですもんね。でもそのスリラーバークが今その蜂の巣にあるかもって考えた時に、うん、そうすると結構また面白いストーリー生まれそうで、うんうん、はいはい、蜂の巣がロックス結成の地 で、うん、でそこにロックス壊滅のスリラーバークやってきてたら、うん、もうなんかそこってローグタウンみたいな、確かに確かに始まりと終わりの、確かにそういうロジャーの対比でも面白いかな。確かにそうですね、ロックスから見た始まりと終わりの街みたいな感じですよね。でもやっぱりそのモリアが蜂の巣に来てるっていうのも意味深で、うんうんうん、やっぱりそのスリラーパークの話とゴッドバレーの話って結構つながるところが多くて、うん、そうなんですよね。ブログ見せてもらって、はい、確かになんかリンクが多いなっていうのはすごく思いましたね。はい、なんか絶対意識して書いてるなって思って、うんうん、
ゼローナも今いますもんね。あ、そうですもんね。っていうのでそのスリラーパーク見直していくと、うんうん、ロックスのメンバーとの関わりっていうのがすごく書かれていて、関係者が今表を載せてるんですけど、はいはい、さっき言ってたキャプテンジョンも本人のゾンビが出てるっていうのと、あとなんかその後ろにいる斧を持ってる人が、うんうんうん、もしかしたらギンブじゃないかって言われてたりもしますよ ね、 すよね。なのでそこも関係ありそうっていう、うん、ビッグマムの娘が出てる、ローラが出てるっていうのと、モリアがカイドウについて話してたりとか、はいはいはい、ロックスメンバーの名前がいくつか出てくるんですよね、うんうんうん、確かになんかロックス海賊団、まあ、もちろんカイドウとかリンリンとかはいるんですけど、他のところで語られてるのってスリラーバークですもんね、はい、そうですね、うん、スリラーバークの直前にさっき の、 そのシャンクスの白ひげのところに行ってお酒を持って行って、うんうん、西の海の話をしてるのもやっぱりスリラーバークの直前で、はいはい、ってことはやっぱり頭の中にゴッドバレーありながら、うん、でその後スリラーバークを考えてるなっていう感じがするんですよちょっと小田先生の頭の中すごいですよね。だから本当にそうだったら、でそのバナロ島の決闘っていうのがスリラーバックの直前に描かれてて、うんはい、それもかなりゴッドバレーに近くて、うんうんうん、ロジャーとロックスって言ってリの一族同士の戦いだったのが、うんうんはいはい、それのとリンクしてのロジャーの息子のエースと多分ロックスに何か関係ある位置が戦ってるっていうのも、うんうん、ほぼゴッドバレーを意識して描いてる、うんうんっていうのが思うんですよ。っていう理由で私はスリラーバークがゴッドバレーなんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんうん、確かになんか意識して書かれてるっていうのもすごく分かりますね。そして面白かったのがスリラーバークの中にあったホグバックの研究室ですね、はい、まあ、改造する場所なんですけど、はい、あそこが、まあ、まずと関係してるんじゃないかということで綾さん書かれてて、はいはい、まあ、ゴッドバレー事件とマッツが関係しているっていう可能性っていうのをちょっとまずちょっと話してほしいんですけど、はい、表が出てますかね。はい、今見てます、はい、その表で私は考えていて、はい、マッツ、あのゴッドバレー全然書かれてない、内容が書かれてないので全く分かんないんですけど、はい、そのゴッドバレー事件に関わったロックスのメンバーのその後っていうのを見ていくと、うんうん、もしかしたらゴッドバレーの内容が分かるんじゃないかっていうふうにして希望にしてるんですけど、はいはい、そのまずゴッドバレーのゴッドが分からないじゃないですか。まあそうですよね。でそのゴッドが何のゴッドを表してるか分からないんですけど、うんうん、とりあえずロックスのメンバーは3つのゴッドに関わってるっていうのを表したのが表なんですけど、うんうんうん、はいはい、ルナリア族、うんうん、ルナリア族、うん、そうですよね、になぜか詳しい、うんうん、みんな詳しいっていうのと、あと神の名を持つ古代兵器についてもなんか詳しい、うんうん、詳しいというかボコ出てる、その和の国になんでこだわるんだっていうふうに、ゴッドバレー事件の時にの説明の時に戦国が言ってましたけど、多分その理由は古代兵器がないと多分対抗できないからみたいな、そういうのであるのかなっていうのと、あと最後一つ科学技術っていうのが全員多分関わっていて、例えばカイドウであればそのドフラミンゴを通してシーザーとつながってそのスマイルを手に入れる、でスマイルは血統因子を応用して作るっていうのは、その血統因子は神の領域に踏み込むことだっていうのを言ってるので、やっぱり その神なんじゃないのかなっていうふうに見ていくと、でビッグマムもやっぱりジェルマのクローン兵を求めているっていうのと、白ひげは直接的には書かれてないですけど、おそらくビーブルはまあそうですよね、映画版が関係するっていうと、やっぱり白ひげも何か関係しそう、まあ、四季は映画の中でその SIQ っていうのを作って、やっぱりその動物の進化みたいなことをやってるんですよね、そうするとやっぱり血統意識関係あるのかなっていう、あと最近になってマッツの元ロックスだったバッキンがマッツの居候もしてたっていうので、やっぱりそこをマッツとロックスの関係ですごく深いっていうことが、ゴッドバレー事件にもマッツはちょっとその場にマッツがいたかは分からないですけど、何かが関係してるなっていうふうに思ったんですよ。根底にあるからこうつながりが全部ね、はい、ありそうな感じしますもんね。そうですね。そんで考えたのがその研究室、うんうん、ホグバックの研究室ですよね。そう考えてみたら、うん、ホグバックの研究室ってその時に扉絵で描かれてた、うん、スキンミ博士の研究室にある機材とすごく似てるっていう、うんうん、似てましたよね。これガチャンってするやつとか一緒でしたもん。びっくりしました僕。そうです、全く同じで、しかも同じそのスリラーバックの扉絵で描いてるので、絶対意識はしてる、うんうん、なるほどなるほど、ガブちゃんとかではないんですかね、うんうん、絶対こうリンクさせて書いていて、うんうんうん、でその月見博士もおそらくベガパンクと何か関係あるじゃないですか、うんうんうん、マルチモア主人らしいみたいなのが書かれてて、でこの謎も明かされてないんですよね、うんうんうん、なんかこの二人の関係も明かされてないので、うん、でもそれが明かされるとしたら絶対エッグヘッドで書かれるとすると、うん、やっぱりここの機械のリンク
はエッグヘッドにも関わるし、うん、おそらくそれがゴッドバレーとかにつながっていくんじゃないのかなって考えたのがそのマッチの面白いね。だからあの僕たちが見てたスリラーバーク編 の、 あのホグバックの研究室っていうのは、はい、実は時を遡れば、はい、まあ、昔ゴッドバレーでそこにいたマッツの、はい、まあ、前身みたいなマッツか分かんないですけど、はいはい、そういった人たちが研究をしてた設備をそのまま受け継いで使ってたってことですよね、はい、面白いですよね、本当にそれったら妄想膨らませることはマッツの船が、うん、あのフランキーのに似てるみたいな、うん、あ、変な船ですよね、フランキーがあの見つけた船に似てるみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、それもスリラーパークにマッツの船あったらなんかいろいろ結構ここマッツにつながってきそうで、うんうん、でもちょっとゴッドバレーから離れますから、ね、はい、あ、面白いな。でもいや本当になんか今スリラーバークをこんな考えることになると思わなくて面白いんですよ。であともう一つ発見で、クマの記憶に触れたボニーが見た光景の中に、まあ、幼少期のクマがなんかちょっと迫害されているような様子なんですけど、そこに書かれてる建物ですよね、それもホグバックの屋敷にすごく似てるっていうことで、似てますよね。似てますね。これはまたこれ私初めマリー城かなと思って、うん、そうですよね、マリー城のどこだろうと思って探してみたんですけど、うん、はいはい、ないんですよね。あ、ないんですね。で、思って見返したら、あれ、うん、スリラーバークのこれ似てるなっていうふうに思って、だからスリラーバークがゴッドバレーだったとしたら、はい、ゴッドバレーでクマが、まあ、いじめられてて、はいはい、そこに天竜人たちがたくさんいたっていうことが分かってるので成立するんですもんね、はい、天竜人がいるからマリー城かと思ったけど、うん、天竜人はゴッドバレーにもいたので、そうそうそう、だったらマリー城じゃないとしたら、うんうん、天竜人と書かれてるのはゴッドバレーしかないのかな。でそれで見ていくとクマの年齢がおそらく10歳前後っていうか、うんうん、そのぐらいの年齢で、はいはい、うん、で38年前9歳なので、うんうん、はいはい、まあ、そこも特にズレはなくて、うんうん、これが9歳のクマの記憶だったとしたら、うんうん、はいはい、ゴッドバレーの直前とかそういうことになるのかなって、うんうん、あの場所がゴッドバレーなんじゃないのかな、クマもやっぱりゴッドバレーに関わってたんじゃないかなっていうふうに、いや面白いな、なんかクマがゴッドバレーに関わってるっていうのもなんか全然考えないじゃないですか、はいはい、なんか今いろんな話があって、ね、クマの過去の話と、はい、ロックスの過去の話って全然別で考えてたんですけど、建物が一緒だったら全然繋がってくるんですよね、はい、そうですよ ね、 ね、あるかもしれないなっていう、あ、面白いな。 でも多分エッグヘッド事件はクマの過去すごく重要になってくる。そうですよね、ショックって書かれてます。それが世界を、そうですよね、うん、で世界を揺るがして、うんうん、世界に思いもよらないショックを与える、うんうん、でおそらくゴッドバレーでロックスが見たのも世界のタブーに繋がるみたいなことだから、うんうん、やっぱりゴッドバレーとエッグヘッド事件もつながってくるって考えると、うん、クマの種族とかが関係してくるって思うと、やっぱりこの3つは関わってるのかなって思います。これもうゴッドバレーイコールスリラーバックはもう決まりですいやなんかそれぐらいなんかリンクがあるっていうか、説明がつくことがすごく多いっていうのを思いますね。いや面白いな、スリラーバークがそうなるのって思いますよね。あと一つ言い忘れました、はい、あの一番最初に神木さんと話した時の太陽十字、はい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 、スリラーバークありましたね。あ、そうなんですよね。クマのバイブルにもあるから、やっぱりクマの過去に関係する可能性すごく高い、飛んでいってるから、うん、スリラーバークにそのまま、うんうん、謎ですし、行ったことあるっていうことかもしれないし、確かに全部無駄な辺が本当にないっていう感じがさらにしますよね。そうですね、その辺その辺でも誠実っていうか最高なんですけど、なんか肉付けがまたすごいですよ、ね、楽しいですね楽しいですよね、めちゃくちゃ今一番こう楽しく喋れるのこのゴッドバレーイコールスリラーバーク説ですね。すごくありえそうです。そうですね、私もずっと考えてます何度もやぶかしてます。面白いですよね。ありがとうございます。でね、あやさんのね、はい、ブログが僕一番見やすいんですよ。そうですか。綺麗にまとまってて分かりやすいんで、皆さんもぜひ見てみてください。いろいろ他にもね面白いの書いてらっしゃるので、ぜひあの概要欄に貼っておくのでよろしくお願いします。ありがとうございます。いや面白かったな。またねこれ最新話とかで書かれる可能性もあるんですけども、また進展ありましたらよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。また面白いのがあったらよろしくお願いします。はい、ただどうも今日はありがとうございました。